さあクリアしよう。さあいろんなキャラ試したんですけど、まあこいつだよね。遠距離攻撃を特化していきます。さあこれで連射力ダメージこれ上げればいけるんじゃないかなと。まあレンジはね最初からブーストついてるんで、あとは武器をいいのを拾っていこうじゃないかと。で距離感を一定にしたいんでね、それこそラックかな。ピストルと SMG これ同じなんで100から500、この系統でいきましょう。100から500をベースにしよう。例えばこの中に例えばね200とか最大がそしたら入ってくるときついんで、この射程内は全部共通して打てるよっていう状況を作ろう。レベル上げ大事なんでちょっと拾っていかないとね。これで2回で終わらしたいと。わかんないけど目標ね、1回ずつしか今のところ全キャラ使ってないんで、全キャラというかね、まあ一応使ったキャラは。なのでこれを生かし、レンジはもういいんじゃないかな。スピードですよ。でティザーは0200なんで、これはなしと除外と。で、5でいいです。拾いに行って。よいよいよ。危ない危ない危ない。いった。まあ、あれくらいなら全然ね。今んところちょっと火力不足感がやっぱり否めないから、これをね、改善していくと。で、ショットガンをね、あいにつけがちなんですけど、それはね、つけないと。やんがいこれね、バランス安定感があるんで、それをね、活かしていきたいと。いて、安定感あるかあるのか安定感。ちょっとまだダメージがね、さっきね、良くないし。ラックいらん。いや、ちょっと微妙だよね、ここね。さっきから。ラックにするか。回避欲しいよ。来た来た来た。お、回復じゃないけど、いい感じ。ハンドガンが強いかな。ダメージもね、ハンドガンの方が上がりやすいし。危ない危ない。もう一レベル上げたいな。リスク覚悟でよし。いい感じじゃない？もらおうかな、リジェネ。ラックだけが高い。異常に。ライフスティール行こう。アタックスピード。しかないよね。ISMG 来てないっす。5% ダメージが5秒ごとに。そのウェブが終わるまで。ただし、10% ダメージは下がると。ただ、エンドオブザウェーブ時に 10% 下がるか。いいんじゃね、これで。5秒ごとに上がってくんだよね。蓄積ではないんでしょうね、とはいえ。だから右は5になりつつ、もう 5% ずつ上がっていくと。だから 10% 上げて相殺しとけばいいんじゃないですか。1なんだよな、ベースが。ベースが5とかあればいいんだけど。ハンドガンを買わないとこれいけないね。ハンドガンかな、500系のなんか。ね、AK とかないの。サブマシンガンではないかなと。体力やばくない？これ10って。後半一撃死もありますよ、これだと。痛い。怖い。やばい、あれ2発で死ぬ。やば体力、これ。遠距離食れば死ぬと。あ、でも2になってるね、ダメージね。マシンガンが1か2になってる。これ大きいな。
マジコパーダメージだから命中いらないいらないいらない。そう、ないないない。アタックスピードにしよう。あ、火炎放射道50から500、これ理想的だけど無理。残念ですね。いやー、まあ、ここはライフスティールをつけるか。これ火炎放射だね。1個か2個。2個あってもいいかな。あれ、突っ込んでくるやつか。一撃で死ぬんじゃないかな、これマジで。体力が低すぎる、さすがに。上げるチャンスほぼなかったですね。火力はね、今4個にしては強いと思うんですけど。あ、やばい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 。タックルで死ぬ、本当に。火力ここら辺まで来ると2になってますね。マシンガンですら2なんで、これが3になればしかもね、相当強いよ。マシンガンでもいいんじゃないかな。いや、でもハンドガンの方がいいかな。いや、火炎放射もいいな。死ぬ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 。おぶの。あと1秒やったら死んでたよ、今明らかに。レンジ上げよう。あ、来た来た来た、ピストル。クリティカルダメージはね、クリティカルがないというか。で、開始時 50% 減るけど10増える。ただ、これ同じだよね、体力的に言うと。早く回復してくれ。死ぬ。いや、なんかいい気はするな、これ。ショットガンの時よりか安定してる気はするけど。ちょっと。体力の上げ損ないがきつい、これ、明らかに今。真ん中真ん中真ん中。走りに来たら死ぬぞ。一回多分アイテムの効果で回復しただろうけど、もうないよね。もうちょっとあの片目を潰さないといけないね。そこで火炎放射があればどうかなっていうところだけど、真ん中の回復取れないな。長い取れない。経験値ね、経験値拾わないといけない。60個も拾えてないんだもんね。 HP 取ろうか。さすがにショットガンにここで逃げたらちょっとダメな気がするな。クリティカルチャンスでアーマーが下がるとゼロでしょ今って。多分あんまりいらなくない。まあ火炎放射来たのに、来たのにですよ。さあ 25% チャンスで燃える。まあ火炎放射のセットにしとこうかな。で、これになるとバーニングダメージ欲しかったよね。あれってか初めてじゃないの、ウェーブ8まで来たの。これいいぞ。どこなのか知んないけど、もう顔つらそうだもんね、この子。あと1個持てるんだよね、武器ね。いや、火炎放射持ちたいな。220か。ダメージが分かんない。突進が78くらって遠距離5くらんですよね。あのでかいのはって感じだね。あ、11か。多くない？やべ、端っこ逃げ出したら終わりだこれ。端っこにいちゃいないんだよ。それ真ん中らへんに行かないと。それでいやー、あいっかい、おぶろ。なんだろう、遠距離の数は。わ、めちゃくちゃ、レベルアップ10だとなんか強くなってるね。20% ダメージアップしよう。ピストル行って、一旦ピストル行って、あ、でも引かずに、あ、ダメージ上がるけどレンジ下がるか。リジェネ上げよっかな、じゃあ。で、いいや。110で買えるかな。効果ならいい気がするけど、いや、行こう行こう行こう。射程は理想的です、今ね。うん。キルの仕方めっちゃいいと思う。レベルアップ。あ、これ拾いやすいね。あ、これほらめっちゃいいと思うよ。いった。よくないのか？ショットガンでもよかったかな。
いや、あれは経験値の武器だったな。危ない。いや、これレベルアップ大事だぞ。拾いたい拾いたい。あれ拾う範囲とか広がんないから。よし、レベル上がった。いけ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 、いいぞいいぞ、いいねいいねいいね。戦えている。こんなカスみたいな武器だけで戦えている。あ、弱くなったな。レンジ上げとこうかな。でも、ずっと撃ってるからバーニングダメージかな。体力にしとこうか。レンジダメージプラス3、きたきた。ここでマシンガンが1か2から5になる。5か4で、それが上がっていくんでしょ。だってで、パープラス 40% してるから相当強いね。で、命中とレンジ5、10上がって、ライフセリー1減るのは全然いいんじゃない。火炎放射来てほしいな。サブマシンガンにしようかな、1個。怖いな。10ダメージ 40% 上がって2か3上がるか。これが1から、2上がるんだっけ ?3 になるんだよね。10から12と1から3はすごい差があるぞ。変化率で言うと。わー、で、リジェネーション意味ないですね。あ、意味あるか。SMG にするかめっちゃ悩むね。めちゃまベリーバット。うわー、悩むなー。いや、これさ、捨てちゃおう。マシンガンの33でいこう。で、リジェネつけて。いきます。火炎放射あればよかったけどね。ほら、めっちゃ強い、今。これ。ダメージだって倍どこじゃなくて。3倍かな。なってますので。あと、命中力とか、改善できたらよかったかなっていうのがあるけど。まあ、なお連射上がれば強いね。やばいやばい。追い詰められてるとはいえ。いや、でも近づく分ね、いけるな。命中か?命中なのか、問題は。痛い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 。いや、きついな。でも体力あるぞ。いや、この端っこの追い詰められてるのよくないね。いや、真ん中にでも回避できない。うわ、ダメだ。惜しいな。命中でも50あるんだよね、これでもね。レンジも90あるし。ラック50が絶対やらなかったよね。ちょ、もう一回やろう。キャラコンをマックしていこう、キャラコン。ここでこう踊ってダメージを食らわないと。できなかった、危ない。ダメージ。体力。ピストル、来た。25% チャンスで、1% ランダムエネミー。で、素材をピック。こう。これ貫通ダメージだよね。これにしよう。貫通どんだけ減るんだろう。8のやつかな。12-8になってるから、でもあのことだよね。12-8のあれだよね。いいね、貫通いいぞこれ。貫通ハンドガンだ。 SMG の場合はもう1になるから絶対に。あと5ハンドガンにすればとりあえず。あ、来た来た来た。そう、アイテムこれね、引いていかないとね。めっちゃ出るこれ。19個もダメージアップ。アタックスピードアップ、アタックスピードアップ。 30% 上がった今ので。よーし。これかな。貫通は8から9へ。いいぞいいぞいいぞ。もう止まってもいけんじゃないこれ。あ、いけるいけるいける。まあ止まったったら何も進まないけどね。とはいえね。これハンドガンで統一でいいんじゃないかな。
た。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。まずいぞまずいぞ。一瞬でリスクへ。どうなんでしょうね。じゃあ一旦ショットガンでいっか。ないよりは。まあまあまあ別にね。まあ強くはなるでしょうからと思うんですけど。いや、これ行くならやっぱハンダガン揃えときたいな。明らかにね、せっかくいい能力値持ってるけど、武器不足でしょ、どう考えても今。これ、ね、死ぬ死ぬ死ぬ。まずいまずいまずいぞ、まずいぞ。よし。ダメだ。体力不足すぎた。いや、ここ立ち割りよかったけど、揃わないな。最後にパンチマン1回だけやりましょう。まあ、だいぶね、いけるようになってたんで、今ね。十何かで俺なんか分かんないですけど。ハンドガンと同じような形いったら、もうパンチもね、2000もあるし。おー、いいね。はいはいはい。当たらない、当たらない、ほら。全然当たらない、ほら。汚い、汚い、ほらほらほら。ね、よしよし。バーリングダメージ、オッケーオッケー。ダメージでしょ、上げるのはね。パンチ欲しいなー。パンチしかやらないこれは。いやパンチって出んのかな。まあ、さっきの武器的に出ないと思うんですけど。あ、いいねいいね、ほらいいアイテム出てよ。怖いなこれ。結構怖い、ハンドガンじゃない、結構怖いなこの速いやつ。よしよしよし、痛い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 。あ、死ぬぞこれは割と。キルのね、量はもう明らかに減ってますよ。レンジいる？一応持っとくか。来た、パンチ。もう一個パンチ。からな無理だね。5じゃ買えない。さあ、4連パンチマン。これパンチの命中じゃない、レンジ上がんないから、100ぐらい。強いのか、これは。どうなんだ。いや、まだでも、まだ全然上げてないからね。こっからあるもんね。何が相性いいんだろう、これと。今んとこ、まあ、でも、あれか、テザーとかいいのかな。射程が短くて敵をとどめれるって言ったら、まあ。ショットガンだとちょっと、差があるよね。打つのに。まあ、回避上げて、とりあえず。運ゲーで勝ち。クリティカルチャンスかな。クリティカルダメージか、じゃあ。あ、来た来た、ほら、メリケン。これも上がるんだよね。どうなんだ。35だったっけ。17なら、カエルナ出れば。出ればね。さあ、ワンメリケン。ほら。いた。これ、遠距離苦手なんですよね。いた。枕に行ったね。遠距離どうでもいいかな。これ殺されるな。回避したね。来た来た来た。回避したってこと当たってるもんね。痛い痛いで。こんな飛んでくるんだ。あらかしげなくていい。いけいけ。キル数少なくないですか。あ、来た、 15% ダメージ。HP アップ。火炎放射にしようか。いや、でも一旦持っとこう。やっぱ160だね。上に行くと上がるのかな。いや、一個、なんかちょっと微妙な気するな。パンチでと揃ってるけど。どうなんだろう。とりあえず試しないからな。いや、でもバーニングダメージ上げて炎のパンチにすればいけるかな。
や、だいぶこう近づきづらいと思うんだよね、今ね。炎ダメージがにしては低すぎるかな。もうちょっと上げとかないと。んー、パンチじゃないとはいえ、やっぱパンチがメインか。ほら、いけ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 。ほらほらほら。いや、これ強いぞ。ダメージ上げよう。体力、あは、どっち8%欲しい。けど、10欲しいか。まあ、10ダメージは食らうからね。難しいところですよね。あ、建設ダメージ上がるわ。あ、ダメージが上がるわ。両方買おう。ダメージ55%。どうなんだ、これは。体力を犠牲にしてるけど。言うてパンチも一撃じゃない？こんだけあったら。そうだね。腕が伸びないと、あとはね、もうこれ以上の伸びしろはないのか。クリティカルっぽい紫あるよね、時折。53。強いと思う。あと体力とりあえず上げていこう、もらったら。大体強いと今。で、回避も結構すると。体力優先第2ダッチ回でいけばね、どっちか。どっちでいけば、だいぶいけそうじゃない？火炎放射どうだ、これマジで。パンチの方がいいね。パンチを引ければパンチがいいかもしれない。炎で死んでるとはちょっと思えないですね。なんとか逃げてるけど。あ、どうだろうな。炎難しいな。あ、いいね、いいね。メルエが5%、怖がるか。HP5。あー、HP にしよう。下げたし。クリティカルダメージが上がる、いいですね。これ買って引いて別に全然買えるよね。あ、来た。うわ、どうしよう。バーニングダメージ8なのよ、今。これ5でしょ。いくら今。5が55%上がって、メレーダメージが10だから、15になって50%上がるのかな。いや、これは多分、パンチでしょ。いや、これ死んだらもう、そのせいだけどね。いやー、無理なリロールしなくては。うわー、すごいことになってる、もう。盲目パンチマン。強。パンチ強。あとは、パンチスピード上げられないかな。いや、でもちょっとやっぱ、なんか弱くなった気するな。すごいダメージは高いんだけど、なんかちょっと欠けたね。火炎放射のなんか、遠くの敵をやれる感じがなくなって、ちょっとリスクが上がってる気するな。まあ、っすぐ突っ込んでいくっていうのは、ありなんだろうけど。火炎放射いったか。あのメリケンは含まれるのかな、こいつの能力チャップに。パンチが強くなるキャラなんだけど。どうなんだろう。あれ欲しい。やっぱ追い込まれてる。キャラの倒す性能はめっちゃ高いんだけど。きついな。いや、火炎放射だったね。いやー、ちょうどの。結構惜しいところに行きましたけどね。さあ、これがフィストダメージプラス 200% だから、3倍になってんだよね。100% が倍だから。で、どっちが 20% ついてると。だクリティカルチャンスダメージ、レンジが減ってる。まあ、レンジダメージが減ってるは仕方ないとして。やっぱクリティカル減ってるんで、堅実に炎がちょっとあった方が良かったのかな。200% 上がってるとはいえね。攻撃回数に問題があったかもね。強いんだけど、オラオラオラと言ってるわけじゃないんで。そこかな、問題はね。でもどっちがいきそうかって言うとシャノーがいきそうでしたね。